太陽の光を浴びるのを異様に嫌い。あ、まあ、日焼けね。日中、家族で車で移動するときに必ず後部座席に乗るようになった。あ、なるほど。すっかり女優気分です。毎晩歯を磨きながらしているコアリズム的なダンス。何それ。これグサッとくるな。あ、面白い。これ面白い。でも80度ぐらいになったらどうやって分かるのって聞いたら、うん、手突っ込んで熱いと思ったら80度。すごいなお前。何ニヤニヤしてんの。パチンでビンとしてる。あ、そう。結構いいことしたんですよ。その時弟さんはどうしてんの。でも笑ってました。はたかれちゃった。雑誌とかでサイリンゴは昔から呼ばれてたみたいな。違うと。え、呼ばれてたの。呼ばれてたんですよ。本当に。あ、呼ばれてることもあったんだ昔から。いや、ないです。靴下を脱ぐらしいんですけど、3メーターくらい飛ばして脱ぎそう。かわいい。ただいまーつって。ただいまいきますよ、はい、じゃあよーいどん。あ、どうも。あ、こんにちは。早くよ。これ細長いドラえもんが出てきてる。違います違います。お城。いや、俺それ言ってねえ。皆さんもぜひカリオストロの城を見てルパンに心を盗まれてください。すごい。俺高山のクソだな。ちょっとこれ見ちゃう。いや、そう、俺高い。ET が宇宙船に乗り遅れてしまいました。なんかこう、ET が干からびちゃう。最初の ET 見せてもらっていい。これ同じもの描いたの。いや、でも俺このイエイっていうおじさんの方がなんか明るくて好きだな。え、なんで。嫌いなところの笑い方だから。笑うとこが見たいんです。ちょっと笑わせてあげて、はい、じゃあ俺隠れるから芝居鬼やって。分かった分かった。うわ、そっちの鬼じゃねえよ。え、何ですか。違いますねこれ。ちょっと待って、この戦いに挑みたがってる人がいる。ちょっと待って。よし、100倍返しだ。だから100倍返しだ。どういう意味だ。マルデブ総本店。いやいや、間違いない。日村さん、マルデブ総本店が怒りだした。ほら、本店でした。パンケーキとか流行ってんのに。ねえ、そうだよ。何もかけてなかったら食べれます。かけるの。かけるの。かけるの。甘いの。かけるの。かけるの。子供になっちゃった。メープルシロップをかけるの。子供じゃないか。こちら、じゃん、好きな服をプレゼントします。あの、これロケとかはしませんので、勝手にお金だけ。いやいや、その方がいいじゃん。ちょっと待って、いや、それってもうどういう関係性であるの。日村さん、関係性が何なの。いや、高山、笑い方気持ち悪いよ今。高山、気持ち悪いよ笑い方。最初の5秒は一番辛いです。ああ、最初の5秒が一番辛い。ああ、最初の5秒が一番。もう分かりました。最初の5秒が一番。まだ無理だって思ってからも我慢はできます。うん、なので最初の5秒さえ、うるせえな最初の5秒。チンゲンサイ。なんでそんなチンゲンサイを。すごいな今のは。あれちょっと一人だけおかしくねえから。やっちゃってないかなこれ。大丈夫かな。あれハロウィンですけどね。やっちゃってないかなこれ。担いで。あ、出ましたよ。マジでこれいいよ。20ml。
考えてたら動けなくて、うん、あれ出た、あれでも逆に正直だったの今のな、なんか今のが出た。じゃあ堀特別扱いね。キャラの白石だが、実は楽屋ではつねにハイテンションで謎のアクション。白石、白石すごい、何ここのとここうやってたじゃん、やってたじゃん、みんな周りそんな見てないのに普段の生田は育ちゃんがカバンを変えてきたんですよ、あのリュックに。 あれ自体初めての登場なんだ、うん、あ多分そうですね、それをアピールしたかった。めっちゃ怖い。いやいやいやおいちゃんのジャケシの前に一番クソ、今までで一番クソな顔。自分の中のさあるよな、クソな顔な。俺も自分のパスポートの顔なんだけど、これがクソな顔なんだよ。いや、言ったらまずここ開けろって言われた。こう開けろ、そう思われて。じゃあね、うん、こうやって待ってたら、この人がまたスカスカってきて、顎引けっつって、ビョーってなって、なんかこんなのね。こんなのね。なんか、あんまり正直そんなにお腹空いてる感覚はないんですけど、でもあんまお腹いっぱいにもならない。俺超わかるわ。胸なら負けないって人います？ああ、さすがにこの話題はなかなか入りづらい。じゃあ俺が入ろうかな、じゃあ。いや、いいよ。竹林を抜けて見えてきたのは、そう、金閣寺。おお、いいね。ああ、なるほどね。竹林を抜けて。バカにしてる、バカにしてるぞ。足元バカにされてるぞ。竹林を抜けて。竹林を抜けて。あれ似てるね。ちょっと見えてるはずなのに、他人のように通り過ぎたのはなぜ？農場とかもあんの？私も、ありました。どこで？どこで？どこであったの？駅とかで。あれ、駅とかで？嘘！駅とかだった？え、農場なの？そうです。これ別に無視してるわけじゃないでしょ、桜井。トントントンってやってもらうのが一番わかる。おい、誰が豚だ。敏感になりすぎなの。敏感になりすぎ。もし覗くんだったらどっちを覗きますかって言った時、絶対みんな女湯だと思うんですよ。女湯覗く。なんで？え、嘘？それってじゃあ日村さんが女湯と。俺いいやもう。今日もいねえんだ、生田は。何なの、どうしたの。骨折。小指。橋本がね、人の不幸が大好きだから。骨折。何なの、橋本、ちょっともう一回、どういう状態なの。新品の洗剤を落として、小指に直撃して。笑ってるから。そんなので骨って折れちゃうんだね。脆いですよね。私、高跳びだけは、うん、もう、本当にできないです、本当にできないです。最初に言っておきますけど、本当にできないんですよ。焦んな、焦んな、焦んな。高山が衝撃のハイジャンプを見せる。いや、無理だ、絶対に。何それ何やってんの、何やるの。じゃあ、こうやっていけるんじゃない、だったら。あ、こうやっていけるだったら。こうできます。頑張って、はい、いくよ、よーい。行くよ。いや、マジか。
この高さがさ超えられない人っているのか。あの子何こっち見てんだろ、見んじゃねえこっち。クマちゃんとかはなんかクールになんかうるせえとかなんか言うんですけど、でもなんかそう言われるとなんかちょっとかわいそうになっちゃうから笑ってるんですいつも。じゃあこれ松村が悪いところもあるわけ。じゃあ私が反省した方がいい。いやいや、そんなことない、そんなことない。ポジフィース。あの時ハフンって言ってたけど、ファンの人にやられるんですよ。マヨ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 。塩です。え、塩で飯食う。そうです、そうです。戦時中みてぇだ。高山4杯目なんだって。塩だけで飯を食う女高山デデン。ゲンモが姫たんの隠しミートボール。姫たんの隠しミートボール。隠しミートボール。姫たんの巻き。クリスマスに私と一日デートなんていらないよね。かずみ。日村くんに渡せてよかった。戻ろ。俺ずっとお前のこと好きだった。これ今日ずっとやる。なんか見てる方が恥ずかしくてさ。ケーキじゃなくってクリスマスの君の予約が欲しいんだ。日村先輩。だってこうして日村先輩と一緒にいられるから。うん、深川。あの深川の言い方はあれでよかったの。深川。ちょっとこうちょっと弱めのっていうか。あれはどうでした、監督。深川あれちょっとイメージと違いました。やっぱね、ずっと好きやったんやぞ勇気。さゆり姫。うん、今のはさゆり姫じゃなくてうちのほんまの気持ち。おお、これで入ってみようかな。あ、惜しい惜しい惜しい。もうさ、聞いてさ、聞いて成功した後さ、ちょっと笑っちゃった。そうそう、笑ってんだよ。いや、ほっとして嬉しくて、ちょっと笑っ、笑顔も大事だったので。いや、あのその後のちゃんとした笑顔の前に引いた後に。あ、できた、できた。ごめんなさい。ちょっとアウトの意味。高山、はい、選抜発表してるんですよ。ん、今今今お前ら水の中にいんの。なんか確かに水の中で喋ってるよ。今回ですね、フォーメーションがですね、はい、前から556なんですよ。え、あの、3列目の、はい、まあ一番右。あ、なんでわかんない。エビもあるよ。でもね、こっちの方が高い。あ、じゃあ高いやつしよう。今日は深ひげ行こうぜ。マジか。あるで。でも1枚4200円のやつ。え、なんでさ、中華だったの。ちょっと待って。唐揚げ。あ、唐揚げ。唐揚げ揚げるだけじゃん。え、違う。まだいける。人はね、限界だと思ってからもうちょっといける。まやんちゃん、あのフォーク緩めなくていいの。もう開いてます。開いてます。いつの間に開いてたの。もう開いてます。